こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ミスター東人前に行きそうです。スケールコンバット、それに続いています。さらにはシュアファクト、9番北芝スペイン、その後ろ。先頭に戻りましょう。先頭はなんとミスター東人、場内どっと沸いています。それでは先頭から。先頭はなんとなんとミスター東人、場内も大歓声。少し間が空いてバイオアクト、並んで6番名勝ホームラン、その外に北芝スペイン、その外からピクシーシェイディ、その外にスケールコンバット、さらにはシュアファクト、その隣にピンランドコート、その横にマンジュデンカブト、しんがりからアルシュール。各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はミスター東人、2番手は北芝スペイン、スケールコンバット、3番手。さあミスター東人、このまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はミスター東人、離れて北芝スペイン、その外からは名勝ホームラン、間が空いてマンジュデンカブト、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手は北芝スペイン、完璧です。圧倒的な強さを見せましたミスター東人。1着、2着は北芝スペイン、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはミスター東人。さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭に立ったマーチンミユキ、スイートトラック。先頭、2番手はマーチンミユキ、あと 200m スイートトラック、先頭だ。残り 100m スイートトラック、先頭。2番手はダイキカルテット、先頭はスイートトラック、1着でゴールイン、スイートトラック。1着、2着にはどうやらダイキカルテット、見事に勝ちました。スイートトラック、テームビバーチェ敗れました。これは掲示板までです。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のメジロマックイーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アイルトンシンボリ、これはいいスタートを切りました。メジロパーマー、この馬も好スタートを切りました。13番アイルトンシンボリ行きました。これに続いてメジロパーマー、その隣にムッシュシェクル、並んで10番アドマイヤダスト、オレンジの帽子ノーブルスコープ、その後ろ。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭からメジロパーマー先手を取りました。そして大きく離れてビュークコロネット、この位置です。好位置をキープしています。メジロマックイーン、青の帽子ムッシュシェクル、その後ろ。少
少し離れてアドマイアダスト続いています。並んで13番アイルトンシンボリノーブルスコープ、この馬もこのグループ少し間が空いてスイートビジョン大きく離れました。ナイスシャワー。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはメジロパーマー、そして大きく離れてビュークポロネット、この位置です。メジロマックイーン後位をキープ。並んで8番ムッシュシェクル、大きく離れました。アドマイアダスト、その隣にアイルトンシンボリ、その横にノーブルスコープ、そして大きく離れてスイートビジョン、この位置です。大きく離れましたマイネシリウス。一番人気のメジロマックイーン現在先団に取り付いています。神のクレッセ前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。ムッシュシェクル先手を取りました。2番手に18番メジロマックイーン、その後ろからはメジロパーマー、すぐ後ろにアイルトンシンボリ、デュークポロネット、すぐ後ろ黄色の帽子アドマイアダスト、その後ろスイートビジョン、それに続いています。そして大きく離れてマイネシリウス、この位置です。これに続いてナイスシャワー、その隣にバンダムエコセル。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭はノーブルスコープ、2番手はメジロマックイーン、ムッシュシェクル3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ノーブルスコープ先頭、メジロマックイーン先頭、2番手はアイルトンシンボリ、あと 200m メジロマックイーン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はアイルトンシンボリ、メジロマックイーン今ゴールイン、段違いの強さです。メジロマックイーン1着、2着はライスシャワー、これが世界の実力だ。メジロマックイーン